それでは、さっき読んだところの後に出てくる参考のところをご覧ください。今では家庭でも当たり前にリモコンが使われている。リモコンはリモートコントロールですね。リモートは離れたっていう意味ですね。リモートは遠く離れた遠隔操作によるという意味。テレビのチャンネルを切り替えようと思えば、リモコンで簡単に操作できるが、テレビの電源が入っていなければ、そうもできない。もちろん、リモコンでテレビとかビデオの電源入れることもできますが、電源入っていない状態でですね、チャンネル切り替えようと思っても、これは切り替わりませんね。あなたの生命電源がオンになっていれば、あなたは頭、というリモコンであなたの体を大体思うように動かすことができるだろう。まあこれが生命電源がオフになれば、まあ死んだっていう状態でね。確かに頭はあるって、死人にも頭ありますからね。思ってみて、おお、重い。脳みそもだいぶあるんだろうなと思ってもね。それはもう活動しないリモコンみたいなものですから。リモコンの能力は組み込まれているプログラムにかかっているが、まあ、例えば、昔のテレビのリモコンですとチャンネル切り替えるぐらいしかできませんよね。まあ、最近の複雑なリモコンですと、まあ、例えばビデオと合体してて、ビデオの電源もオンオフにできるし、それから録画したいと思ったら、録画の設定もできるしって複雑になってきていますよね。それと一緒です。僕たちの頭もね、小さい頃は、まあ、食べて、寝て、遊んで、学校に行ってって、それぐらいのプログラムぐらいしか入ってなかったわけですよね。で、だんだん、大人になっていって、勤めたり、あるいは結婚したりっていうと、仕事が増えてくる、その、プログラムが増えてきますでしょ。ですから、あれこれ切り替えが必要になって、それぞれのプログラムもまた、複雑、多岐にわたっていって、あれこれややこしい番組がたくさん頭の中にできてしまうわけですね。で、それをコントロールできなくなると、まあ要するにノイローゼですよね。自分のリモコン、頭では自分のプログラム、人生のプログラムをコントロールできなくなっちゃうわけなんですね。いくらチャンネル多くてもきちんと働くリモコンだったらきちんと選曲できますでしょ。ですから、番組が、プログラムが増えたらね、リモコンの性能も自分で高めていかないといけないんですよ。例えば教材たくさんなると皆さんなんかあれ出してください。8段階のね、ラージャヨーガとジュニアナヨーガのスタックでも HTML 文書でも出してくださいって言われて、皆さん探しあぐねるでしょ。僕は自分で作ったからちゃんと知ってるわけですよね。どこにあるっていうのはね。ですから持ち物増えたなら、まあ、プログラムが増えたなら、チャンネルを切り替えできるリモコンの使い方をよく知らないといけないということですね。リモコンの能力は組み込まれているプログラムにかかっている。買ったらその時のプログラムでしか動かないですが、人間の頭のプログラムの良し悪しで、体の活動能力も変わってくるならば、その自分の頭のプログラムを良くしていけばいいわけですね。改良していけばいいわけでしょ。今までのプログラムはこう、まあリモコン操作はこう、頭の操作はこう、ということで処理してきたけれども、新しいプログラムを導入したら、今までのリモコンでは動かないとなったらね、新しいプログラムに対応するように、リモコンの性能を高めていかないといけないでしょ。まあ例えば体操やってればいいんですっていうことなら、岩井さん、野村さんでもね、先生やれたけれども、ヨーガスートラやバガバドギーターをね、教材にヨガ教室をやってくださいって僕に言われたとしたら、できませんでしょ？でも、僕の方で教材作ってあげるから、それを、まあ、生徒さんたちと一緒に見て、僕の解説でも聞けばいいんですよって言われたら、コンピューターの操作だけ覚えたらできるでしょ？でも、コンピューターの操作できなかったなら、お弟子さんたちと一緒に見ることはできませんでしょ？ですから、新しいプログラムを導入したなら、自分のリモコンである頭の性能もそれにプログラムに合うように高めていかないといけないということです。それがなかなか人間ってうまくできないんですよね。新しいものを導入してもすぐに対応できないんですよね。それスポーツの世界でも、まあ美術の世界でもね、あるいは学問の世界でもコンピューターの世界でもすぐできる
人たちが才能ある人たちって言われてるんですね。新しい局面ができたならそれにすぐ対応できる。それはまあ頭が柔らかくて新しく入ってきたプログラムを自分の中で操作できるようになるまでの時間が短いっていうことですね。早めに覚えられるっていうことです。ですからそのようにしていっていろんなものに適切に対処できるようにしていかないといけないんだけれども、だいたい年取れば取るほどそれが下手になってくるんですね。若いうちはいろんなことに対応できても、年取ってくるともう頭が固くなってきますので、だいたい新しいプログラムっていうよりも新しいものを受け入れられないような頭になっていくんですね。ですから改革っていうのはだいたい若い人たちがやるでしょう。若手の人たちが。80歳ぐらいの国会議員たち集まって改革やるって言っても誰も本気にしないだろうと思うんですよね。30代、40代の人を中心になってやるって言えば、たくさん集まったらこれはいけるかもしれないと思うでしょ。だから小泉さんがいくら改革、改革って言っても、自民党の大半はお年寄りですから、特に橋本派とか、なかなか賛成なんかしませんでしょ。反対反対ばっかしで。早く引っ込めばいいのに、元の、その前の、またの、元の幹事長2人ぐらいとかって、まあ、年取って抵抗するっていうのは醜いことですね。引っ込めんでやめちゃえばいいものをね。まあ、小泉さんはまだ頭、頑固だけでも柔らかい方ですよ、あの人ね。でも、どこまでできるかは、その周辺ね、自分がその場に置いている自民党という体質がありますので、自分がその場にいてね、頑張ってやろうと思ってできないって言ったら、やっぱり自分のいる場所が正しくないっていうことですよ。で、皆さんは自分のいる場っていうのがあるでしょうから、家庭という場があるでしょ。そこにいて、自分のね、人生のプログラム、まあ、ヨーガならヨーガにかけるというプログラムを持ってて、それを操作しようと思うと、自分に関することはうまくいっても、家族にも関係あるようなことはリモコン効かないわけですね。えいやってやっても家族たち動きませんので、動くようにするにはどうしたらいいんだろうっていうと、自分の頭というリモコンのプログラミングね、を変えていって、その影響を子供とか伴侶とかに与えていかないとできないんですよね。考えを変えてもらわないと、えいやってね、リモコン仲間さんが一つ押したら4人が一斉にわっと同じ方向に行くってならないでしょ。ですから人間は一人一人、身内であっても別なプログラムを持って生きている存在なんですよ。ですからそのプログラムに共通性があるのはどれか、共通性がないのはどれかってよく見極めないと、ご賛成願いますって起立すると3人座ったままってこういうことになるでしょ。ですからなかなか難しいんじゃないかと思うんですよ。主婦的な立場にある人がヨガでね、何かやろうと思っても。1対3でも難しいけども、岩井さんのとこみたいに1対1でも難しいでしょ。岩井さんが改革派だったとしても、旦那さんはもう橋本派の大御所みたいなもんですから、だから動かないですね、全然ね。まあ大体はそのようなことですよ。でも強烈な改革能力持ってたなら、他の人も反対できないっていうふうになる場合が出てきますよね。まあ僕なんかそうやってきたわけです。収入も何もなくなるけれども、こうしたいんだって言って、家内に反対はされましたが、僕の方が力が強かったので、家内は僕から離れるかついてくるかしかありませんでしたから、まあついてきたわけです。自分一人で生きていく自信もないしね。ですからパワーなんですね。プラーナの力ね。皆さん見てたらそういうパワー感じないね。ヨーガバーフィティに来てた女性たちでそういうパワー持ってる人は誰もいなかったんじゃないかな。頭のプログラムの良し悪しで体の活動能力も変わってくる。ですから、体の能力はさほどなくても、頭のプログラムが良くて、そのリモコンの力があったなら、皆さんの同じ肉体でも畑仕事しなかった時と今はしているって変わってくるでしょ。よく都会の人ではやりたいんだけどもできるかしらって考えている50代、60代の女性ってたくさんいますよ。田舎暮らししてみたいけども、これからではちょっとね、ぎっくり腰になったりするんじゃないかしらなんて、やりもしないで心配だけしてる人の方が多いんですよ。で、そういう場合には心が決まってしまえばね、やってみたらある程度はできるんですよ。高性能のテレビ本体と快適なリモコンの組み合わせなら結構なことだが、ガタガタの体と故障がちの頭の組み合わせが 人生の快適。これは本当ですね。なんかやろうと思うと体がガタガタ。体がガタガタしてなんかやろうと思ってやってみるんだけども、うまくいかないので頭の方も弱気になって、やっぱりよしとこうって。これでは変わるわけないんですね。
まあ、変わる変わらないは本人の自由意志ですから、人がどうこう言うべきことではありませんが、今のままで 100% いいというのでなければ、何か変えなきゃないわけですからね。変えようと思ったら、まず自分の心構え、頭を変えなきゃないわけですね。それから体がどこまでついてくるかと、体と相談しながら、まあ、なるべく合理的な方法でやっていくということですね。人間はテレビ本体もアンテナもリモコンも全部備わっているような存在であるが、この心身はね、テレビ本体とアンテナとリモコンが一体になったようなものだっていうことですね。自分で自分の存在様態がどうなっているのかをあまり知らない生物でもある。これは女の人に特に多いね。自分の年齢を自覚できない。男性でもたくさんいるんですけどもね。女性の方が多いと思いますね。年取ってきたっていうことを自覚する練習っていうのは大学までにないもんですからね。社会に出て年取ってきて体側に変化生じてから自分で考えざるを得ない問題なんだけども、普通はお化粧したり着飾ったりでごまかすでしょ、世間ではね。でもヨガではそういうごまかし聞きませんのでね。まあヨガ教室では聞くんでしょうけれども、お化粧して先生若々しいですねなんてもてはやされてね、お化粧を落としてよ、夜寝る前に鏡見たら失望するっていうヨガの先生が大半だと思いますけどもね。でもまた次の日お化粧するとまた勘違いを起こしちゃうんですよね。私はまだ若いとかってね。自分の肉体の衰えっていうようなことにも気づきっていうのは、能力にも気づくけども限界にも気づくのが本当の気づきですから、個的に肉体で仕切られてますので、その限界と能力どちらも知らないといけないんですね。皆さんはまだ体動く方ですよ。世間で足腰立たないとか膝痛いとか言ってる人たちに比べたら、安福さんでも岩井さんでもまだお年にしてはね、動く方だと思います。でも年々、もう1年1年、だいたい50過ぎたらね、1年1年衰えていきますので。僕もここに、前に言いましたが、ここに引っ越してきた頃まではものすごく元気でした。ここに来たのは40くか50、40くぐらいですか。50過ぎてからやっぱり一年、年々ね、体力の衰えっていうものを感じますね。年々限定されてくるしね。そしたらそのように生きていかなきゃいけないんだしね。って自覚していって。で、無理して若者と一緒のようなことをやるとか愚かなことですからね。年取ったらなるべく静かに静かに静まっていって、そーっと消えていくのが一番いいわけですからね。そうできればいいんですけども、なかなか心の方が枯れませんでしょ。ねえ。80、90になっても色気って消えないんですよ。家内の母親とか、いろんな人見てるけれども、まあ、水田さんあたりでもね、見てて、やっぱり色気っていうのは、心の色に対する欲望っていうのは消えないんですね。男性意識とか女性意識っていうのは。これはよく見ていかないといけません。体は衰えていってるのにね、心だけ色気、そこ、あなたは炎のように輝く人になったらけども、色気の炎だけ輝いて体はだんだんしおれていくって言ったら、これはみっともないと思いません？まあ、野々吹さんなんか見てて僕は非常にみっともないなと思ってましたけどもね。これは80、90、100になっても消えていかないんですね、普通ね。だからその辺が、心身のバランスが取れてないのね。肉体が衰えていったら、心だって色気とか衰えていて当然ですよね。あるいは地位名声欲とかね。政治家たち見てごらんなさい、中曽根さんなんか。ね、色気たっぷりでしょ？消えていかないのね。だからそれは精神的な問題で、肉体とは切り離してトレーニングしないといけないんですね。肉体はもう衰えていってるんだけども、心だけが地位名声、あるいは色気、異性に対する色気で燃えていくって言ったら、これは始末のしようがないでしょ？みっともないしね、外から見てたらね。でも本人たちは気がつかないわけですから。特にヨガやっている女性、体操とかやっている人たちは体、普通の人たちよりは元気だしね、まだ若い面もあるでしょうから、その辺非常に難しいんじゃないかと思うんです、かえってね。サッチダーナンダ先生って言いましたけれども、あの人なんか年にしては肉体非常に若々しかったですね。だからアメリカに行ってから女性問題トラブルを起こして裁判沙汰になったでしょ。あとスワミー・ラーマーとかね。ハタヨガ的に鍛えるとね、年と関係なしに若くいられるんですよね、かなり。それが落とし穴ね。チダーナンダ先生見てごらんなさい。そういう色気全然なかったから。ハタヨギじゃないし、あの人はね。あの人はカルマヨギであり、バクティヨギであり、ディヤナヨギでしたから。日本のヨガの先生、女の先生たちって言ったら体操しかしてないでしょ、ほとんど。
だからある程度若々しいので余計色気が消えにくいんですね。色気って欲望がね。野村さんのお弟子さんたち見てても僕そう思ったけどね。年取ってて50、60の間ぐらいで性欲処理がうまくいかなくてノイローゼになる人ね。野村さんに指摘してあげましたけども。へえ、だって野村さん驚いてたけども。まあ先生自体が大体そうだな。野村さんぐらいの年になると大体女性じゃなくなっていく年ですよ。更年期。ある人が言ってたけども、テレビでね、女性じゃなくなっていくのを感じると、ますます色欲が強くなるんですって。離れていく寂しさを埋めようと思って、浮気願望ね、遊び願望が出るんですって。まあ、男性の場合にはそういう能力なくなっていくので、女性の方は受け入れるっていう、女性独特の構造、身体構造から、気持ちが燃えていればいつでも浮気したいっていう願望があるわけですね。男性の場合には、男性機能が萎えていきますので、まあ、バイアグラとかそういう薬を長嶋監督が飲んでるとか飲んだとか、そういう話聞いたことがありますが、普通はそういうのに頼らなければ自然に衰えていくので諦めていくんですって。で、女性の方は心で諦めらんないと、受け入れればいいだけの構造なので、もう遊びたい遊びたい一心でね、やめらんないっていうんだね、そういう心を抑えるのが。で、そういうのが、まあ、野村さんたちみたいな年代の洋画教師見てると、まあ僕にはそのまま見えるわけです、漏れてるのがね。それを抑えられないんですね。瞑想ヨガやってない人は。体操だけやってる人は。そういう目でね、皆さん全国の女のヨガの先生で、50代、40代はセックスして当たり前の年代だと思うけどね。50以降、60、70ぐらいの女の先生たち見てね、そういうの見たら僕は具合悪くなるんですね。正直言いましてね。でも知ってるので、ああ、抑えらんないんだなって、そういうのは女性としての業を知ってますので、修行できてないっていうのもわかるし、まあ大変だろうなっても同情もしますね。でも、ヨガの先生たちは自分でわかんないわけね。ただ、燃え尽きてないから、それを発散させたいだけだけども、なんでそうなってるのかっては、自分の心のからくりも実態もわからないわけね。だから性欲っていうのは業ですよ。で、それが肉体的には布引きさんかそういう能力を果てていっても、精神的にだけ色気が燃え尽きなかったので、ナムさん戦争で3年で死んじゃいましたから、それだけが残ってると、まあ、いつでも若い男性に目がいって、井上さんの後ひっついて回ったり、僕のところに来たり、20代の男性でもね、いたら、女性見てるよ、20代の男性、男ね、男見てたらにんまりしてるでしょ。胸上げの時も若い大工さんの手伝いとか来て、じーっと見てて、うっとりして、気持ちいいっていうのかと、後で僕に聞かれて言ってましたけども。ガソリンスタンドでガソリン入れる時でも、女の子来たら憎たらしいけど、若い男の子来たら嬉しいって言ってるしね。消えないんですよ、それは。男性でもそうです。岩井さんの旦那さんでもね、水田さんたちでも、やっぱり加藤さんや瀬川さん来たら非常に喜ぶしね。だから、年取ってもね、肉体的に性交渉できなくなっても、精神的な色気に悩まされ続けるっていうことですよ。だから、トラータ化してもね、その間に終わった後何考えてるか気がついた方がいいですよって僕がアドバイスするわけ。まあ、中丸さんはもう10年もしたらね、今の話録音撮ってるでしょ。思い出したらいいわ。今村さんたちと同じ年になるまで。中丸さんはおいくつですか？47です。47。あと10年経つと57。じゃあ7、8年だね。10年もかかんないわ。まあ、50。野村さん僕と一緒ぐらいだと思うから、一つ上かですよ、確か。僕55ですけどね。池田さんも僕と一緒で、坂根さんは僕より一つ上ぐらい。だからその辺の女性たちから色気消えないのは、今言ったようなことなんですよね。男性の場合でも、どっちかっていうと岩井さんの旦那さんや水田さんより僕の方が色気ないような表情してるし、だいたいそういう生活態度ね。まあ、年と関係ないんですよ。何を考えてるかなんですね、いつでもね。ですから、ブラフマチャリアっていうのは心の状態であって体の状態じゃないんですよ。セックスできなくても、80、90になっても、いつでも女が男を、男が女を考えてたら、それはブラフマチャリアとは関係ないということなんですね。それもそこに書いてある、皆さんのね、頭のプログラムの中に組み込まれてるんですよ。でも、プログラムっていうのは組み込まれてるものをね、解消したり、新しいプログラムを入れたりできるでしょ。皆さん、なんかインストールしたりもできるし、削除することもできるでしょう。それと一緒なんです。地位名声に対する欲求プログラムってあるとするでしょ。性欲に対するプログラムってあるとするでしょ。インストールしたり、
解消したり、で、普通は生まれた時に全部インストールされてるんです。マッキントッシュ買うとね、大体あのシンプルテキストとかクイックタイムとか入ってるでしょ？インストールされてるでしょ？シンプルテキストじゃつまんないから、あの JEdit にしましょうと、シンプルテキスト削除してね、JEdit をインストールすることできるでしょ？あるいはその他のソフトをね。それと一緒で、頭でもね、インストールされて僕たち生まれてきたでしょ？両親がインストールしてくれたんです。これこれでやっていけよって。皆さんの両親がね。自分が持ってるものをそのまま大体インストールするんですけどもね。で、やっていってみると、どうもこういうのではまずい、父親のこういうあれではまずいとか、まあ安くさんね。母親のこういうところを私には足りないとかって、なんかインストールが完全じゃなかったなと思いません？うん。余計なもの入ってたり、必要なもの入ってなかったりって、バージョンアップした iBook とか皆さん買ったからよかったけども、また新しい iBook 出て、皆さんの持ってるのよりも CPU もメモリーもね、もっと性能高いの今出始めたんですね。年末商戦で、まあ、そういうのが出たわけなんですね。とそういうのに同じようにしようと思うと、メモリーもうちょっと足してとかね、あるいは自分で入ってないソフトをもうちょっと入れたりとかね、あれこれできますでしょ。ですから、追加していったり削除していったりしてね、自分のその頭のプログラム、リモコンですから、それを変えていかないといけない。それが変容ですよ。トランスフォーメーションね。ですから、まあ、若いうちは性欲ないと子供できないし、中村さんたちでも子供2人作ったでしょ。で、これからもう子供いらないでしょ。そうすると性欲がね、ずっと何年残っていくか知らないけれども、10年、20年って残っていったとすると、瞑想中にね、男性のこと考えたり、あるいは男性が女性のこと考えたりって、これは雑念モードで邪魔ですね。ですから、そっちのプログラムは削除していって、ブラハマチャリアっていうものをインストールしなきゃないですね、きちんと。そういう作業、ヨガの体操の先生たちしないでしょ。柔らかく開脚して、体のねじってって、ますます性欲をこう、更新させるようなことしかしませんでしょ。抑えるようなアーサナってしていかないんですよね、息の観察とか。僕は30代からクリアヨガでそういうのに取り組んできたわけです。食べたものは男性の場合は精子になるし、一部がね、女性の場合には卵子になるんだし、そういうものをクリアヨガ、中枢神経、脳脊髄という中枢神経に命令を出すことによって、精子とか卵子を作るのではなく、精神的、肉体的にも別な活動に向けていくってエネルギーですから。まあ、例えば皆さんの旦那さんが給料50万とか60万とか入ってきたとするでしょう。そうすると、それはエネルギーですから、この10万を何に使って、こっちの5万を何に使ってって振り分けることができるでしょう。精子卵子も飲食物でできてますので、食べたものが精子や卵子になるわけですから、そしてまた精神活動もするでしょう。で、入ってきたものをこれ、晴天独自に使って、瞑想に使って、まあクリアも含めてね、とかって、振り分けていったら残りゼロになったら精子卵子に行かないわけなんです。そういうエネルギー転換法がタントラヨガでは特に顕著なんですね。クリアヨガ含めた。だからエネルギーっていうのは何に使うか変容させるかっていうのは自分の意思でね、脳と脊髄という中枢神経に命令をかけることができるわけなんです。でも普通はそんな命令かけようなんて世間の人は思いませんよ。ただ食べて、まあ、セックスしたかったらセックスして、スポーツしたかったらね、スポーツして、本読みたかったら本読んでって、まあ、自分の大発色の中にある欲望に従って使って、足んなくなるとまた食べたり寝たりっていうでしょ。でも、ヨガの修行は違うんですよ。自分のリモコンのプログラミングをね、やり直さないといけないんです。リプログラミングね。リっていうのはもう一度っていう意味です。リピートのリですよ。そうやっていって、自分の性欲とか、地位、名性欲とか、コントロール、最初は努力して、あとは自念になるように持っていく。それがヨガの修行ですね。特に、年取っていったらみっともないでしょ、枯れていかないと。世間見てて、気違いがあるこいたらね、見てても見苦しいでしょ。まあ、ある人から、まあ、僕らにもう関係ない人だけども、皆さんみんな知ってるので名前出しませんが、通りいいんでね。私はセックスをしたくないんですが、旦那がね、何度も何度も死を求めてきて困ってるんですって、そういう相談あったわけ。それも年50過ぎだよ。旦那も奥さんも。そんなもんなんですよ。で、旦那もヨガ、10年もサホダヨガと関わってきてた人ですよ。女の人もヨガの先生ですから。拒否、拒絶するとね、あの辺にいるなんかちょっと気違いのおっさんみたいに噂しなるよって脅すんですって、奥さんは。で、その時は適切にこうしてみたらどうですかってアドバイスしたけども、
まあ、そういう相談してくるのには勇気はいったと思うけれども、相談しなくても奥山さん、野村さんたちの世代だと、おそらくそういう悩みたくさんあるんだろうと思うんですよ。自分のことでも、旦那さんとのことでもね。だから、自分一人がヨガやってるなら難しいけども、まあ、野村さんとか奥山さんとかどっちもヨガやってたでしょ、何十年も。でも、そういうのがうまくコントロールできないっていうのはね、僕みたいに早く枯れないっていうのは、そういう修行しないからですよ。収入、入ってきたものを何に使うか、エネルギーね。何に使うかっていうクリア意識の巡らししないから、体操だけではコントロールできませんでしょ。作法田先生は63から始めて、もう男性としての能力なくなってからやったので問題なかっただけで、野村さんや奥山さんたちっていうのは20代、30代ぐらいからヨガやってたでしょ。それは問題ある世代からやってきて、もしそれを解決するプログラムが入っていないヨガの体系、作法田ヨガとか、やってても30年経っても、熊谷さんでもそうですよ。いつでも女の子のとこ、若い女の子のとこに目行ってたでしょ。で、若い女の子たちからモテたいって。頭スルスルに上げてモテたいもクソもないでしょ。心臓悪くていつ死ぬかわかんないのにね。それでも色気って消えないんですよ、岩井さん。映画でもよくあるでしょ。80ぐらいの会長とかなんとかって若い女の子いて、もちろんセックスができない。でも、その傍らに来て体を抱かせるような仕草をしたりって、それだけで、一回してもらったら何十万、30万、50万払うとかってね。もう死にそうになっても色気って消えないんですね。クシア修息さんの共に育つにも書いてあったでしょ。70から90ぐらいの間のおばんちゃん、その養老施設に入って、で、そこにボランティアで行っている若い男性がね、介護すると、岩石に触りに来るんだって。いつでも触られるんだって。またおばんちゃん触るって叱るけども、次行ってもまた触るんですって。それがエヘラヘラ笑いながら。だから、布引さんがね、僕の手に触りたがるっていうのは、それに比べたらまだ上品なやり方ですよ。だから言っても、それですら皆さん最初信じられなかったでしょ。手に触りに来るんだっていうことが。でも、養老院とか介護施設にいられても、その若い男性来たら男性に触ってやろうって、もう介護を受けるような体動かない状態でも色気は消えないんです。だからそれをリモートコントロールできるのは自分の頭で、それを可能にする一番強力な技法は、ヨガバスリティの場合にはクリアヨガなんですよ。脳を脊髄に集めていって、欲望が出たら手放す。欲望の発信地は大脳ですから、セックスっていうのは大脳でするんですよ。大脳がね、ダメになったら、男性も女性もセックスはできないんですよ。特に脳下垂体から性刺激ホルモンが出ますから、性欲中枢を刺激するホルモン。それが原因ですので、脳から脊髄を通って男性器、女性器を興奮させるんですよ、ホルモンで。ということは、頭で思うからホルモンが分泌されるんですよ。頭で思わなければ、手放し手放ししていけば、それは脊髄を降りて男性器、女性器には伝わらないんですよ。だからクリアなんです。で、意識は下ろしてやるんじゃなく、上げていくんです。下から脊髄を通って脳に上げていって、脳で手放すんです。そういう業法とかやってなくて、体操ばっかしやってたら、色気っていうのは増幅するだけで消えていきませんよ。今、性欲のことで言いましたけれども、その他の名誉欲でもそうです。大体性欲強い人はね、名誉欲も強いんですよ。英雄色を好むって言うでしょ、昔から。世間でね、この社会で活躍する人たちは、そっちの方だらしないんです。ノーベル平和賞をもらった人たちにも、女遊び、たくさん奥さんの他にいろんな女と遊んでて、ティク・ナット・ハンをノーベル平和賞に推薦したマルチン・ルーサー・キング、あれも女遊び入れて暴露本出されたでしょ、死んでから。ケネディなんかも女たらしでひどかったでしょ。橋本さんなんかもそうでしょ。あと、中国人の女と関係してどうのこうのって、まあ、政治的な大問題になるような女遊びもしてたでしょ。大体そういう性欲があるから、外に出て行って活躍して名誉欲しいって動くわけですから。そういうのをできる人たちは、まあ問題ないっていうか、問題ですけども、問題ないかもしれないけども、そういう願望があってできない立場の人たちとかだと、ずっとそれが根深く奥に眠ってて、それが大発起になりますので、次に移熟した時には、また黒髪の若い女性と会えば、あ、これぞ自分の妻ってすぐ結婚したりとかって、そうなるでしょうね。熊谷さんたちとか、浮気したいんだけどもできない。そういう人たちが一番危ない欲望を抱えて、輪廻転生を繰り返すっていうことですよ。だから、卒業できないですね。そういうのは大体血筋でありますんで、あそこは浮気、おじいちゃん浮気して、お父さん浮気して、子供たち浮気してって、大体遺伝子ですから。
鈴木一郎くんなんかそうじゃないの？一郎。女遊びね。一郎のお父さん見たら大体スケベたらしの顔してるでしょ？女好きな顔してるでしょ？一郎なんか人格的によくできてるように思うけども、女、下半身だけは我慢できないわけね。ですからね、人がいいとか能力あるとかと性欲は別問題です。ほう、あなた安さん驚いてるけどもね、神戸の名物の一郎くんは、下半身は我慢できない方なんでしょ。すごい感激したから余計に。いや、NHK はそういうことを出さないようにしてるの。出すと人気下がるから。NHK っていうのはもうスキャンダルあったら、ひた隠しにしてね、いいところだけ出すから、情報を操作されてるんです。で、NHK のディレクターっていうのは大体音楽家とかね、タレントとか新人、こう、採用する試験があります。で、そういう部長は大体寝てくれたら出してあげるって女性のピアニストたちに言うわけ。そういうところです、NHK っていうのは。だから NHK で褒めてるっていうのは、そういう暗い部分は隠しておいて全部やってるんですね。NHK の男性ほとんどカツラしてるの分かります？アナウンサーとか見たらほとんどカツラですよ。あれと一緒です。頭をはげてるんだけども、いいとこだけ見せて、恥部は隠す。それが NHK ね、のやり方ね。NHK が一番ひどいんじゃない？民放よりもね。まあ、それはともかく、安さんたち、いとも簡単にごまかされるけれどもね。だから、それは自分を見れてないからなんですよ。僕が長々といろんなことを喋ったのは、もう、ヨガバスでの講習会もね、終わりに近づいてきてますので、僕のところに10年も関わってきても、その性欲のコントロールの仕方は知らない人たちの方がほとんどでしょ。クリアヨーガ実習しながら何度も説明してきたんですよ。そういう飲食物エネルギーが霊的なエネルギーに転換する方法とか、インドではこう言われてきたとかね。そんなこと何度も何度も僕は説明してきてるんです。中村さんはまだ来てなかったですけどもね。でもそういうこと言われても、受ける方のレベルが低かったら何言われてるかわかんないんですよね。飲食物という物的エネルギーが精神的、霊的エネルギーにクリアによって脳脊髄中枢のコントロールによって変容していくって、こんなこと言われても、今なら中村さん何がしかははーって分かっても、最初来た時にそういうことをいろいろ説明されてもおそらく分かんなかっただろうと思いますけどね。未だにヨガ教室に行ってね、そういう話、微に入り、際にわたり僕が説明しても分かる人はほとんどいないと思いますけどね。頭で分かってもできないだろうと思います。性欲とかそっちの方が強くてね。それでリモコンね、性欲だけじゃないです。地位名性欲とか、あるいは当たり障りのないようなエゴでもね、何でも。それをコントロールするのは皆さんの頭にあるわけですから、その性能を上げていかないとリモコン効かないっていうのは分かりましたでしょ。聖剣型は、One is not different from the self-luminous reality that shines like a flame。あなたは炎のように輝く自灯明、自称の真実在と、つまり全体生命と異なるものではない。異なるんなら全体って言えないでしょ。全体生命の他に異なるものがあるなら、それ全体生命じゃないでしょ。全ては全体生命なんですよ。だからインドでは昔からベーダでもね、神は鉱物と共に眠り、鉱物として現れている場合には眠っているように見えるでしょ。植物と共に成長し、動物と共に動き、人間と共に考えるってこう言ってきたわけです。全部しているのが全体生命ですからね。鉱物も神なんですよ。植物も動物も人間も、もちろん人間も神ですよね。今さえずっていることにもね。全体生命と異なるものではないっていうことです。それがアドゥバイタね、二つにあらず、不二っていうことですね。と教示してくれているが、あなたの頭は自分は何々である、例えば中村である、岩井である、安福であるとか、女であるとかね、と別な考え方、全体生命じゃなく別な部分的な存在って考えてるんですね。別な考え方、認識にとらわれて生きている。しかし、あなたの心身というエネルギー形態は、自灯明、自照の真実在、全体宇宙生命あれ、そのものであり、それがそのように現れてるんですよ。全体生命が皆さんのように現れてるんですよ。僕たちのように現れてるんですよ。それと異なるものではないのである。それなのに、幼児からの誤った注入教育の蓄積で、お前は何の誰それだよ、男の子だからね、こう生きなさい、女の子だからこうしなさいとかって言われるでしょ。頭は自灯明の真実在を発見できないようにプログラムされてしまっている。お前は何の誰それだよって限定されたプログラムを入れてしまわれるのでね。そういうプログラムが入っている頭でね、あなたのリモコンのプログラムを変容すること、そうではあるけれども、あなたがヨガの修行などを通じてね、自分のリモコンのプログラムを変容することによって、
あなたは実を妙の真実在を自己の内において、外じゃなく内において発見できるようになる。な、ラマナ・マハルシはこの一字をアートマ・ビチャーラに導くことによって教えているのであるっていうことですね。まあ、ここはなかなか内容の濃い質疑応答、質問はそうじゃないんですが、答えがね、ラマナ・マハルシの答えがね、いろんなことをこう引き出すような答えになってますので、よくよくお考えになってみてください。